昨年大花うどを見つけたポイントに来ています。これが大花うどです。よいしょ、ちょっと取ってみますね。葉っぱが3枚。匂いの方は大花うど特有の香りがします。大花うどは結構あるな。よいしょ、あったこれいいね。こんぐらい大きくなっててもこの中の方にこれですね、これがあるんで、これですね、美味しいところは。こちらを、これを、あら、見えるかな。ここです。ここ行っちゃったけど、ちょっと落ちちゃった。ここですね。この真ん中の、これ。これを、チョキンと。いただきます。ここにもある。つぼみのようなフォルムが美味しそうです。この部分ですね、この部分をいただきます。うん、いい感じですね。よいしょ、おっと、はい、とりあえず今回はつぼみっぽいやつ、開いてないやつを狙っていきたいと思います。あるこれかな。この辺いいですね、この開いてないやつ、これですね。これいただきます。こんなやつですね。これもいただきましょう。これとこれですね、これもいただきます。こんな感じで、これは分かりやすい。このこれですね、手始めのやつ。よし、いただきましょう。ここですね、ここをカットします。おお、いいですね。全部取らずに残しながら取ると。大花うどの芯の方は空洞になっています。これもいいですね。これもいただきます。こんな感じですね、空洞です。空洞になっています。伸びるですね、これは。この伸びるはまだこんな感じですね。小さいですね。こんな感じで大花うどたくさんあるので取っていきたいと思います。行きましょう。うん、こんなもんだ。まずいいや、こんなもんでいい。
食べてみたいと思います。食べてみます。すごく香りが強くて苦みがあります。結構苦みが強い感じがします。苦みというかアクのような、もしかしたらもっと水の方に浸しておいてアクを抜くような作業が必要なのかもしれません。でも結構美味しいので食べていきたいと思います。アイヌ語ではピットクと言われて神の野草とされていたみたいです。ピットクですね。ピットクいただきます。これぐらい開いていても全然大丈夫です。美味しいです。うん、ただ苦みはあります。若葉や茎が食用となります。きんぴらや天ぷら、佃煮で食すといいみたいです。こちらはノビルです。少しだけ取ってきていました。